ありまして、後半しっかりやろうということをしました。非常に勢いのある神戸弘陵学園を破りました。勝因を挙げるとすればどうでしょうか。苦しい試合をですね、ここ1年やってきましたので、その中で神戸弘陵学園の成長があったというふうに感じています。では次の試合、以降への意気込み、国立への思いを込めてください。はい、まず2戦しっかり戦って、上に行きたいと思っていますので、はい、神村学園の谷村英一郎監督でした。ありがとうございました。やっぱり苦しいゲームが続いたんですけど、